ちは。羽生です。こんばんは羽生。フィギエモンです。今日は、羽生選手が出ていない世界選手権をフィギエモン見てたんですが、羽生結弦選手が2023年世界選手権 in 埼玉スーパーアリーナに出ていたならどうなっていたということで、ちょっとね、想像してしまったので、それを動画にしていこうかなと思います。OK。フィギエモン、埼玉に住んでいますので、2月20日の月曜日からですね、この世界選手権の様子をちょっとね、見に行ったりしていました。で、この日がね、公式練習が始まる日ということで、宇野昌磨選手、友野一希選手、山本草太選手、りくりゅうペア、村元哉中・高橋大輔組、坂本花織選手、三原舞依選手などの等身大パネルが、結構ね、ワクワクするような感じで、埼玉スーパーアリーナの門のところというか、出入り口までの間に、こう設置されているというか、そういう壁ができているっていうような飾り付けになってたんですよね。でもね、この時に、公式練習始まってるんですが、ほぼ人がいなくてですね、昼間だったんですけれども、こんなに人がいないのかななんて思いつつ、でも装飾はとっても綺麗にされてるっていうのをね、月曜日ですね、見てたんですね。で、2月22日の水曜日ですね。この日もちょっと見てみたんですが、この日から開催ということでパンフレットを売り出していたんですが、そのね、パンフレット並んでんのはね、フィギエモン行った時は2人だけというね、そういう状況でした。めっちゃ寂しいなと思いながら見ていたんですが、この日はね、ペアのショートプログラムが11時からということで、ちょうどね、ペアやってる時間ぐらいだったんじゃないかなと思うんですが、だからね、人がいなかったっていうのもあるかもしれません。で、氷上のオープニングセレモニーが15時から、ね、女子のシングルのショートプログラムが15時50分からっていうような日だったんですが、もう本当に人がいなくて、世界選手権なのに大丈夫なのかなーなんていうふうに思ったりしてました。で、大体この時ですね、フィギエモンちょっと行ってみようかなと思って、チケットどうなってるのか確認してみました。で、公式練習のチケットは、ほぼね、すべて取れたっていうような状況でして、選びたい放題でした。で、2月24日の土曜日、男子のフリーの日ですね。で、この日だけはチケットがなかったという感じなんですが、後の日は、S 席でも空いているというような状況だったんですね。OK。で、もしね、羽生選手が出ていたら、まず、このチケットがね、取りたい放題ということはなかったと思います。ここだけはもう絶対ですね。で、ないかっていうと、結果から言ってしまうと当たり前なんですが、1位間違いなしだと思いました。っていうその理由をですね、ちょっとお話しすると、まず、ショートプログラム、宇野昌磨選手が1位だったわけなんですけど、104.63 点だったんですね。で、まず最近のショートプログラムの国際大会のそのオリンピックとかそういう大会で 104.63 だと、1位は取れなかったかなっていうような点数なんですよね。それを考えるとですね、やっぱり羽生選手はもしこの場にいたら110点台以上は乗せてきたんじゃないかなっていうふうに普通に思うんですよね。点数としてですね。で、2位のチャ・ジュンファン選手。こちら、ショートプログラムでは3位だったんですが、99.64 点ですね。で、イリア・マリニン選手が 100.38 点ということで、ちょっとね、点数だけ見て、これで表彰台なのかなっていうような点数な気が正直しています。で、内容をね、ちょっと見てみると、ジャンプで見てみるとわかるので、ちょっとご紹介しますね。で、宇野昌磨選手は4回転フリップと4回転トーループとダブルトーループのコンビネーションで、最後にトリプルアクセルで、マリニン選手が4回転ルッツと3回転トーループのコンビネーションを冒頭に持ってきて、次が4回転トーループ、そして最後がトリプルアクセルで、チャー・ジュンファン選手が4回転サルコー、そして2本目に3回転ルッツと3回転ループのコンビネーションジャンプ、そして3回転アクセル、トリプルアクセルですね、これを持ってきているという構成になっているんですが、お気づきの方いらっしゃるでしょうか。みんなトリプルアクセルが最後に来てるんですよ。 1.1 倍のところに一番この自分のジャンプ構成の中で低い得点のものを持ってきてるんですね。これはですね、普通ならしないよねっていう感じです。だからこのショートプログラムの得点なんだろうなっていうところもなんとなくわかると思うんですが、トリプルアクセルを最後に持ってくるって若干やる気ないよなっていうような気がしちゃうんですけど、トップ3人ともがそうしているっていうことで、羽生選手がトリプルアクセルを最後に持ってきたとしてでもねですね、羽生選手のトリプルアクセルは一番加点がつく素敵なジャンプなわけですから、ここだけ取ってもね、同じような構成にしたとしても羽生選手一番上に行くんじゃないかなっていうのがなんとなく予想できるわけなんです。OK。そして、フリースケーティングですね。こちらの上位3人のコンビネーションジャンプですね。2回以上のジャンプだけをちょっと抜き出してみたんですが、4回転、宇野選手が4回転トーループと1回転のトーループ、そしてトリプルアクセルとダブルアクセルのシークエンスですね。でこれが2本の、連続ジャンプの構成なんですよ。言ってみればこの連続ジャンプっていうのは得点源とも言えるようなそういうジャンプなわけです。それがですね、この後ろに持ってくるのが1回転と2回転半っていう感じで、正直ね、ちょっと2と1という数字があること自体に驚きですね。1位の選手の構成の中に。で、2位のチャー・ジュンファン選手がトリプルアクセルとダブルアクセルのシークエンス、宇野選手と同じですね。これとトリプルルッツとオイラー、そしてトリプルサルコーという連続ジャンプです。で、マリニン選手が4回転ルッツと、オイラーをしての3回転サルコーですね。そして3回転ルッツと3回転アクセル、トリプルアクセルのシークエンスということで、若干ね、マリニン選手がこの2人よりジャンプ構成としては高い得点が取れるような構成を持ってきているんだなっていうのがここだけでもわかると思います。でね、ここで、もし羽生選手だったら何持ってくるのかなって思うんですけど、わかんないです。ちょっと斜めいく選手なんで予想できないんですが、この3人に合わせてですね、こんな感じでやるとしたらですよ、例えば4回転トーループと3回転トーループとかね、あとはアクセルのシークエンスだったら3回転アクセル3回転アクセルのシークエンスが羽生選手できそうな気がするんですよ。多分できますよね。なのでそれを持ってくるんじゃないかなと思ったりするわけです。そうするとやっぱ得点的にも高いものが取れるだろうなっていうのがわかるし、あとですね、プログラムコンポーネンツ、昔でいう技術点じゃなくて、芸術点ですね。ここの点数が、フリーで比べてみると宇野選手が 93.38 点で、チャー・ジュンファン選手が 90.74 点、マリニン選手が 80.98 点ということで、一番高い宇野選手が 93.38 点という感じなんですが、得点だけですよ。得点だけを見ると、羽生選手もうちょっと出せそうだよなっていうのがなんとなくわかるわけです。大失敗したらね、さすがにないかなとは思うんですけど、羽生選手最近のねアイスショーを見る限りでは大失敗とかありえないみたいなところまで持ってきてるような気がするんですよね。だからもし羽生選手が今競技会に出たなら、大失敗っていうのはありえないんじゃないかなっていうふうにフィギュアは思うわけです。その結果ですね、やっぱり優勝は間違いなかったんじゃないかなとか思ってしまうわけです。そして、観客のね歓声もすごく大きいものはあったんですが、もっともっとすごく大きいものが出てたんじゃないかなっていうのもありますし、ちょっとね地元の埼玉でせっかく世界選手権がやるのに羽生選手出なくて本当にフィギュアは寂しくて残念だなっていう気持ちもあるんですが、最近の羽生選手のアイスショーを生で観戦する限りでは、楽しそうにやっていたので、その自分のねやりたいスケートっていうのができているのかなっていうところで、しょうがないいいかというような感想です。で、ここでですね、世界選手権いろんな演技を見てフィギュアモンが思うのは、ちょうどねクラシックのプログラムが全体的に少なくなってしまってるなっていうのがあったんですよね。多分この時代の流れというものではないかなとは思うんですが、やっぱり昔からフィギュアスケートをね見てきたものとしてはクラシックプログラム、ガチのクラシックプログラムを堪能したいっていうのが結構あるんですけど、その堪能がねなんか今回の世界選手権ではできなかったなっていうふうに思ったんですね。で、今何を見たいかっていうとですね、羽生選手のクラシックのガチのプログラムの新プロですね。これを期待していますぜひね新プロでクラシックの音楽、もう本当に王道のやつですね。何でもいいです。羽生選手が好きなやつだったらいいので、王道なやつをねぜひ見てみたいななんて思いました。羽生選手これを聞いてたらぜひ次そのクラシックプログラムでなければ次の次でもいいのでぜひ考えてみてほしいななんて思ったりするフィギュアモンでした。ということで、2023年世界選手権に羽生結弦選手がもし出ていたら1位間違いなしということで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。またね、今回音声だけにしようかなと思ったんですが、映像も持っていたので、動画という形にしています。で、思い立って作ってますので、別の動画もね、作っていますので、そちらも近々公開予定ですので、お楽しみにしていてください。ということで、フィギュアモンでした。さようなら。